土屋吉美良子は日本の女性フリーアナウンサー、元札幌テレビアナウンサー。大学生の頃に視聴していた日本テレビの朝の情報番組ジパング朝6のメイン MC 長井美奈子のファンになったことがアナウンサーという仕事に興味を持ったきっかけである。長井の姿を見て次第に自分も長井のようなアナウンサーになりたいと憧れるようになる。 1990年に日本女子大学人間社会学部社会福祉学科に入学3年生になってから東京アナウンスアカデミーに通い長井常ジ,ジの指導を受ける4年生になってから就職活動を始め前述の長井が当時在籍していた日本テレビを受験最終面接まで残ったが内定は得られなかったなお この年に日本テレビから内定を得て入社したアナウンサーは男性二人のみで結果的に女性アナウンサーの採用がなかった。その後、系列局の札幌テレビを受験内定を得て大学卒業後の1994年4月1日に入社。入社1年目の10月から朝6世ワイド北海道朝一番にサブ MC として出演。 翌年4月から1年間メイン MC を務めた。2000年9月30日付で札幌テレビを退社、フリーとなる。奥山さかりしんが社長を務める事務所、放送作家集団 DNP を経て、2014年、現在はオフィスコットンに所属、結婚後の本名で活動している。ありがとうございます。